不祥事を起こした、不祥事を起こした芸能人や、その他の著名人の方へ、まず、清掃かなんかで、日本の街を、きれいにした方がいいと思います。闇営業かなんかで、芸能界を、辞めたなんか入江みたいに、渋谷の街をなんかきれいにするとか、そういうことをなんかした方がいいと思います。なんか名誉を回復するために、まあちょっと偽善でもいいんで、まあ1回かそん2回やってやめるのはダメですけども、長いことやるのがいいと思います。宮迫もなんか、宮迫や徳井もなんか、宮迫は YouTube で復帰したみたいですけども、徳井も、なんか芸能界、まあなんか芸能活動再開しましたけども、最近なんか芸能人の不祥事が多いですね。だからそいつらが本当に今こそ、今日本の街が汚いです。それであんなコロナウイルスが蔓延したとも思います。まあそれも、まあそれだけじゃないんですけど、理由は、それも蔓延したのは、まあ、それも原因だと思います。芸能人などは、芸能人などは、まあ、私たちの仕事に比べて暇が多いと思います。自由な時間にできるので、宮迫、特に宮迫は YouTube なんかやってないで、本当に日本の街を気にしようと思います。まあ、そんぐらいしたら俺も まあ、YouTube では復帰するのも許してやろうと思います。